電波悪いので配信はスタートせずにしばらく録画だけ。14時39分38、改めてその辺りなんか電波、うわこんなとこまで繋がっとるんかい。ここはかなり電波厳しいので一旦国道に出るとこまでは配信なしで録画だけで進もうと思ってます。午後も遅くなってきたのにさらにひどくなってる。さっき、タルってあのお店の名前ですけど、タルのおかみさんに教えてもらったフラワーロードっていうのが走って気持ちいいところらしいんで、しかも Google マップで見ると渋滞一切してないのでそっちに行こうと思ってます。確かすぐその辺りから左に、そこか、カラオケサブのとこか。じゃあないか、違うか、これ道か、あ違うな、もうちょい先からだったけど、まあこれでもいいや。この道か、自転車来る、こんにちは。まだなるな。じゃあついでに、しまった、あ連機が手元にない、六角レンチでブレーキパッドの位置をずらすのやってみようと思ったけどすぐできない。なんだろうな、箱の形。
電波あるかここ。まあいいや、国道まで。あ、そうだ、 PC 式ちゃんと忘れずに持ってきたかどうか急に不安になった。まあ忘れるはずないか、こんなでかいもの。よし、あ、ツイートでき、繋がってない。ツイッター、やっぱ電波ゼロだ。亀の迫老人会、亀の迫だ。お、うわあ、うるさい。マスク外す。おお、登る登る。リポートだ。
ピークか。見えてもよくわからない。花かな。よっと。中身結構バラバラだ。いろんなものが作られてる。配信中と違って喋ってないから、食事後の喉づくろいが。あと辛いもん、今回辛いもん全然食べてないけど、辛いもん食べた後だとさらにひどい。であとはもうすぐ下れば、もうすぐ国道かな。渋滞しまくってるやつ。勢いで、勢いで。
なんとか行った、ふう、競技場かな、スポーツ公園か。大谷の総合スポーツ公園。あの建物見覚えないのは行きに通ってない道だからだな、これ。今はフラワー通りに行くために行きとは違う道通ってるから。ちょっと歩行者の方に、こっからがフラワー通りのはず。まだ行きの方が渋滞してるな。帰りも渋滞し始めてる。あ、あとこれ道の駅か。道の駅の名前が見えない。次はこれ、道の駅、あ、上天草サンパール、さっき聞いたな。道の駅上天草サンパール。でもあっちからも車来てるな。すごいな、全然変わらんな、信号が。あ、そうだ、配信始めるんだった。なあ、車多い。どっかそこらで。フラワー通りって言ってたっけな。フラワーの方はそれなりに車来てるな。
こっちは配信開始しといて、で、放送 ID をコピーしてで、コメントビューワーを接続して番組開始して5時間で十分だな、これでよし、ちゃんとできてるっぽいな、いらっしゃい電波悪かったんで、さっきの脇道からは一旦外れて国道まで戻ってきました。で、国道から、今国道のサンパールっていう道の駅がある交差点にまで来ました。で、こっからさっきのイカ略樽の神さんに教えてもらったフラワー通りっていう、こんにちは、最近整備された道があるっていうんで、そっちに今入ったところです。で、あんまり知られてないはずって言われてたんですけど、それなりに車来ますね。なのでこの道をこれから走ります。あやしが立派で全くですね、煮魚に2種類入ってると思わなかった。まあ、でも Google マップ上で渋滞にはなってないんで、もう上りも下りも渋滞になってる、メインの道はそれてこっち行きます。まあ、ただ電波の保証はないですね。なので予定、私が書いてた晩飯、いやと、なので私が枠説明に書いてる予定ルートからもうすでに外れてます。予定ルートとは違う道を通って、またどっちしろ国道に合流するんですけどね、ちょっとぐるっと遠回りしていきます。でもフラワー通りってどこにも書いてなかったな。あとフラワー通りってことフラワー通りっていうほどにはフラワーじゃないって言われてた、正直だ。いらっしゃい、ラッキーちゃん、可愛かったですね。今日ゴールデンウィークでお店のご夫婦が忙しくて、かまってやれなかったらしくて、お客さんにすり寄ってくるんですよ。なかなかたまらんかった。でも首の後ろとか書いてあるとなんかちょっと嫌そうで、すぐどっか行っちゃったんですけどね。というわけで、またなんかそのサイクリング情報を現地で教えてもらうっていう台本がありそうな展開でこっちに走ってきてます。よし、で多分これ渋滞してるのは天草の島に入ろうとしてる車が渋滞避けてこっちに来てまた渋滞してるってやつだと思いますさっきの樽って店のに入った後、ご飯食べ終わって出てきたら店の前まで渋滞が伸びてきてました。本当天草の渋滞すごいですね。3日前のがまだまだって言われてたのがなんとなくわかります。メインのルートが渋滞するだけじゃまだまだで、逃げ道が全部埋まってしまうまでが本番なんですね。合成でしたね。あ、三角にしこう、寄っていくと思います。でも忘れてたら教えてください。時間的には18時前には多分着くと思うけど、まっすぐ行ったら30何キロなんですよね、残り松橋駅付近まで。
フラワーロードはどこから入るんだったかな、もう少し先からちょっとアップダウンがありそうなワインディングの道に行きます。あ、でもこれ右に曲がったら渋滞から逃げられるかな。いらっしゃい。多分この車列は渋滞は海沿いずっと来てるだろうから、あそこにちょっと青看板が少し遠くに見えてるんですけど、あそこを右に曲がる。なんでそんな急に増えてるんですかね。まあ、あの例の緊急事態じゃないゴールデンウィークって話もあるとして、あるはあるとしても、あれどっちから来てるの。ああ、やっぱこっちからか。大屋のフラワーロードって書いてありました。大屋のフラワーロードまあとりあえず渋滞はここで終わったからなんとか。どんなもんかな。夏は。でも海水浴場とかがあるんでしたっけ。あることあるのか。ゆっくり。遊びに恐ろしいな。そんな影響力あったら迂闊に配信できない。なかなか急勾配。あとあの異音はやっぱりまだしてます。クイック締め直してもやっぱり治ったわけじゃなかった。頻度は減ってるけど、うん、まだ鳴ってる。であとはあのディスクブレーキのパッドをずらして様子見ようと思ったんですけど、工具がウエストバッグの中に今入ってなくて、後ろの荷物開けなきゃいけないからまだやってないです。後でできることは後でやるっていう。ああ、言ってましたね、そういえば。利用者がいっぱいいるからっていう、渋滞の中に。すいません、またなんかプツプツらしいです。でも今それほど、いないと思うけど。関係ゼロじゃないんですけど、根本解決にはならなかったみたいです。ん？あ？うん。
景色的にはまだなんか特筆すべきとこないですね。まあでもメインの国道通りよりは100倍良さそうだけど。ライドウィズ GPS のヒートマップ見ると結構自転車ここ走ってますね。今回見てないけどまだ、あ、いや、さっき配信前に一人すれ違ったな、ロードバイクの人と。早い早い。あ、コメントが届いた。映像は復活しないですかね。復活したら教えてください。ダメかな。山の中かと思ったら結構住宅はあるんですね。フラワーロード、大屋のフラワーロード。ちょっとじゃあ確認するか。多分ストリーミングまた停止して再開し、手動再開じゃなきゃいけない状態だと思うんで。いや、あ、行ってるな。あ、見えてますね。てっきり止まってるもんかと。じゃあよし。あとなんかマスク外してるせいか分からんけど、ちょっと口と喉が乾いてきたんで。さっきのお店でも散々水飲んだんですけどね。魚は、あ、どうなのかな。私の舌じゃ分かんないですけど美味しかったです。あれはスズキとアジともう一種類何だったかな、なんかタチウオみたいな銀色だったけど、タチウオみたいな銀色の魚の刺身って何ですかね。タチウオなのかもしれない。
タチウオかな、銀色でした皮が。あ、タチウオで合ってるのか。いつもなんか頭の中でタチウオとハモが同じ位置にあって、うん、お腹いっぱい食べてきました。まあでもそんなにご飯は普通にいっぱいだったから苦しくなることはなかったんですけどね。リュウグウのなんでか、あのタチウオの刺身っていうと骨があるんじゃなかったっけって思うけど、それあのハモの方ですよね。じゃああれタチウオか。あ、デザートはなかったですね。メニューの中にも確かなかったと思う。というか今日はあの定食類のみしかできませんって言われました。一品物ができないっていうことだったと思います。やっぱりゴールデンウィークで、うん、足で、あ、そうです、このあと一の橋っていうのが最後、五橋、あの5つある橋の最後、こっちから見て最後ですね。つまみあらかじめ、うん、でしょうね。商店がある。でまたアップダウンか。おっと、うん、こっちでいいのかな、ちょっと待ってください。多分これでいいんだ。でこれまた上り下りしていくと、あの一の橋の横に出るはず。うん、青い車線ってなんだっけ、青い矢印だったら自転車の、自転車ここ走れマークだと思うんですけど、長い、あ、ここからずっとですかね。じゃあゆっくり行こう。ギア思いっきり落として、今日の宿取れました。一力っていうとこです。松橋駅近くの残り一部屋。メガソーラー、メガじゃないけどね、ソーラー発電ありますね。ここはメンテされてますね。うん、魚定食でした。すごかったです。あ、寿命が、それまでに元取れる計算はしてるんだと思いますけどね。車多い。結構な、これは 8% ぐらいありそう。暴落。なんか最初の約束と違うっていうことなんでしたっけ。よいしょ、でも私はさっきあの車をざーっと見てた、渋滞の中の車を見てた時にはほぼ全部熊本でしたね。たまたまかもしらんけど、
熊本100% の、何を見せると、一気に登るなこれ。100% 上りの、うん、します。全力で登ると後が大変なんで、せっかく今回足に余裕があってずっと足が痛くならずに登れてるんで、ここに 9% 看板あるってことはさらに厳しくなるってことですか。あ、ケツが痛くないんですよ。それも今回嬉しいところ。時間、そうですね、なってますよと。さっきよりはマシになったけど、日焼け止めは塗ったけど塗り直しはしてないので、結局じわじわ焼けます。もう私は急に焼けなければ何でもいいです。色がつくことよりも急な火傷で体調を崩すことの方が問題なんで。フレーム、体力、そうそう、フレームをもう一遍確認してみるかな。確かにクラック入ってる可能性はあるよな。締めすぎは多分してないと思う。1日6、70キロが普通です。今回の旅行は結構70キロ台普通に走れてますね。今日は何キロの予定だったっけ。80キロぐらい。出ません。競技系、レース系はあまり興味なくて。私は100キロとても行けなかったんですけど、今なら普通に行けそう。70、80キロ走ってもあんまりなんか足が疲れたって感じがしないんですよね。まあでも調子乗らないでおこう。ただホイール、あ、こんなホイールの回転に合わせた音じゃないっぽいんですよね。破断の音かな。破断の音だったらもう即刻帰宅だな。でもその音が鳴った後のその響く部分を聞いてると、ディスクローターのぐらいのサイズが鳴ってるように思えるんですよね。まあでも分からんな、素人じゃ。そう、淡路島びっくりしました、あれ本当。お、ようやく、笹に。それはまあ本当に死んだりする可能性ありそうですけどね。まあでも人間の方もとっさに反応するから、まず刺さったりすることはないと思うけど、ディスクは曲がってないと思います。今回
保護するパーツを作ってきたから、前淡路島走った時に異音がするなと思って、うん、そうそう、帰宅後に自転車屋さんに持ってったらホイール破断しかけてますって言われました。めちゃくちゃひび入ってた。なんでチタンが割れるかなって感じですけど、ふぅ、ああ尻つけてじわじわ登ってるとさすがに一時的に尻が痛くなる。なので下るときには腰を浮かせる、尻休めないと。ホイール、うん、取り替えてはいないです。あ、熱処理ダンシング、そうですね、今回の旅行ではたまにしてますけど、やっぱりあの普段やってないから長続きしないですね。ダンシング腕力もいるから、30、あの峠に登り始めた頃は立ちこぎ、あ、チャリダー今日は1人2人、今記憶に出てきたのは2人ぐらいで、なんだっけな、あー、くそ、短期記憶が飛んだ。いらっしゃい。あーあー、男子ありがとうございます。リジウムできた。30前後の、自転車、峠とかの20代か、峠登り始めた頃はダンシングむちゃくちゃやってました。逆にそっちの方が楽だったんで、えらく重いギアでダンシングしてじわじわ登るっていう、確かに旗から見たらそれ苦しいだろうっていう乗り方してましたけど、本人はそれが楽だったんですよね。でも今は割とシッティングばっかりになってます。あとあの時はフロントサスペンションがあったから、いや、もういや、私はあれ読んでないんですよ、ケイデンス、うん。あとはあの時はフロントサスのマウンテンバイクに乗ってて、なんかそれに合わせてあのリズム取ってたような感じでした。その後あのフロントサスなしのクロスバイクにしたら、あのだ、うん、ダンシングがなんか ガツッガツッって感じでうまくいかなくて、ん、あーっと、こっちでいいんだっけ、いいよな、あー下げすぎた。局所的に 10%、 あー、はい、ん、本当にこっちでいいのかこれ。なんか若干、あー、でもこっち行ってるな、自転車は多分これでいい。あー、ヒートマップ役に立つな、こういう時。他の人が走った道を、赤い線で示してくれるんで、色の濃さで。ペ40、
また下ったら多分なんとかなると思います。今結構標高稼いでるよな、これ100ぐらいあるんじゃないだろうか。ないかな。コメントは来てますね。ストリーミングは行かないか、止まってしまってるか。なんかめちゃくちゃ緩いな、この下り。スピードが上がらない。あ、上がってきた。そろそろどっかで IC 確認よ。この辺とかどう、厳しそうだな。ツイッターはよくわからん。まだ切れてないな。もうちょい進むか。映像復活しないかな。この辺までクリアありそうな気がするのに。あ、やっと動いたか。電波ないですね、フラワーロード。
これで国道合流するんで、またしばらくは安定すると思います。フラワーロードなかなか良かったんですけど、前の私だったらちょっと今のフラワーロードで若干へばってたかもしれない。車から見るとわからないぐらいのアップダウンかもしれないけど、結構自転車的には上り下りしましたね。といってお店に電話して、あのフラワーロード自転車乗り進めるときには、あのその人が強そうかどうか見極めた見た方がいいですよとか言うのも余計なお世話だよな。ちょっと思ったけど迷惑だなと思って、そういうこと言う方が。結構今日お茶飲んでる。うん、そうそう。他の自転車乗りにおかみさんが恨まれないかが若干心配になって、まあ私くらいになりゃ今のフラワーロード平気ですけどね。確かに騙されるとこだった、釣られるとこだった。危ない危ない。バージョンアップ、本当になんか前と違うんですよね。こんなになんか足が楽な状態でツーリングできてるのめちゃくちゃ珍しいというか記憶にない。あ、お疲れ様です。ありがとうございます。ん、あ、湾内スローか。確かあれ行きにも見たな。湾内スローって書いてあるんですけど、湾が何かに隠れててパッと見肉スローって読んでしまいました。ロース肉。無料で。でも実際見てる側としてはどうなんですかね。私はなんかこういう長時間の車載配信的なのってあんまり見てなくて。あ、日課そうですね。ん、鹿児島、天草、熊本県ですね。鹿児島って聞こえたけど、で、この先が一の橋絶賛。結構気分慣れますかね。だとしたら私がその自転車旅行の感じを知ってもらうという目的は見事に果たされてるわけか。すごいなそれ。そこまでか。うん、乗ってる。出るな。それは良くないんだけどな。でもとりあえずテレワークの人は近所を走るのをやる。ああ、でもな、私の今の環境は環境良すぎるんだよな。その前鶴見川沿いに新横浜まで通勤する目的で住み始めたとこなんで、扇風機を。ああ、ちょっとこの白線でパッてデコボコしてる。私は今の環境本当になんか
自転車的に恵まれてる感じで、福岡の実家に帰ってテレワークするっていうのもちょっとできるなと思ったんですけど、実家の周りだといい道少ねえなと思って。ん？何電車？団長の、ああいいっすね。天気、関東天気どうなんですかね。まあ関東かどうかわからないですけど、こっちの天気は今のところ本当都合がいい。風向きもだいたい追い風だし、あ、関東晴れ。うん、栃木か。栃木はどこ行ったんだったかな。あれだっけ、1号橋、1号橋、おお、九州、うん、ルームランナー。でもなんかあんまりでかい画面とかで見るとヘルメット車載は酔わないですかね。多いですね。メインの道に入ったんで。あれ待ってよ、この道でいいんだっけ本当に。あ、大丈夫か。あ、この上とこの下の道別の橋か。そういえば来る時もこれ通ってるはずだから、よいしょ。あそこまでは登らない。これで渡ったら三隅ですね。で、西高を見に行くんでしたよね、確か。新しい橋、あっちの方が新しいのか。私が1メートル68なんで、それプラス20センチぐらいです。いや、あ、まあ、あ、てっ、そうか、目の高さとは違う、あれじゃないから168プラス10ぐらいかな。あれか、1号橋見えてきた。メートルに見えますか。あとは広角レンズだからとかが影響してるんですかね、よくわからない。神山クソ温泉郷っていうのか。お別れですね。なかなか濃ゆかった。あれ1号橋こんなんだったっけ、もう忘れてる、3日前なのに。イベント目白しでしたね。しかも宿題が残った。下島の西海岸の方が走り残しになった。ラーメン橋、ここはなんかそんな狭くなかったような気がするけど、どうだったっけ。ブリッジ、あ、いや狭いか。
十分狭い。あ、これが古い方。なんかジェットスキーとかボートとか引いてる車結構いますね。天草海レジャーなのか。次はフェリーで牛深に渡ってで、うん、多いですね。あ、禁止。そうだったんだ。で、牛深でまたあそこ泊まりたいな。宿山下。私の方も 3D プリント名刺組み立ててみせたりいろいろやらかしたんで結構記憶されてると思うんだけどな。だから次行って電話したら止めてくれるかもしれない。あとは本当にちゃんと宿としてホームページも作るって言ってたから普通に泊まれるようになると思うんですけどね。九州本土そう、山下一族の一番の長の夫婦になるのかな。あれはあれってなんか失礼だな。あのお二人は本業の方が忙しかったらやってなさそうな気、なさそうな気もする。水産加工業の方が。これを左かな。あ、西高1キロで左折、1キロ先を左折。世界遺産、何が世界遺産なんでしたっけ。西高の何かが世界遺産とかいう話でしたっけ。これ左だよな。あれ、いや違う、三角西高、あれちょっと待ってよ。あ、三隅西高ですよね、が世界遺産ですか。ここ左でいいよな。マスクつけとくか。
かとんがった島がある。ないんだっけ、ああ島の話ですかね。えらくこんもり盛り上がった島があって、アポロチョコ、なんだろう、アポロチョコよりもうちょっとなんか膨らんだ感じの、まあアポロチョコっぽいかな。踏んだら痛そうなやつ。なんとか神島、赤神島かな。あ、中神島。あれは道路は回ってないところでみたいですね。岬っぽいところに出っ張ってるのか、あれは海や。ん？あ、あれ島、離れ小島。つながってるように見えたけど違うのか。上陸しました。このままこっち側、あの北岸北側の方をぐるーっと回っていってもいいんだけど、いい気もするな。松バスに行くには反対側ぐるっと回っていけばそのまますぐ到着するんだけど、北側の方はあの三隅線の線路沿いで、こっちも景色良かったんですよね。あ、熊本県です。西高浮桟橋、こんにちは、ありがとうございます。松橋はとりあえず泊まるために、で明日松代からあの今休止している線路沿いに登っていって人吉まで行ってみたいなと思ってます。ただ人吉の宿が取れるかどうか、今晩宿に着いた後に電話してみて、取れたら行きます。ライダーハウスが一つあるんで、そこかあとは民宿経過で、西高もうちょい先ですね。100何十メートルって書いてあった。ミュージアム人吉行こうかなと。あの川沿いの道なんで、そんなになんか急な登りもなくて、ゆったり行けるかなと思って。ただ電車で、あの配信、いや明日宿が取れれば人吉まで行くのも配信しようと思ってます。
ただ人吉から列車で帰れないのがちょっとあれなんですよね。あの折り返して戻ってこなきゃいけない。でここが三隅西港、ジャパンズ明治インダストリアルレボリューション、明治インダストリアルレボリューション、明治維新じゃなくて明治工業革命、でどんな感じで見ればいいのかな。これ人吉鹿児島、あ、向こうの方に内陸の方に抜けるってことですかね。そっちもですね、私の実家は福岡県の古賀市っていう、古賀駅っていうところなんですけど、人吉から古賀駅の乗り継ぎ案内検索するとバスでしか出てこないんですよ。どうやっても電車だと繋がってないみたいです。西港はどんな感じで見ればいいのかな。釣りしてる人結構多いですね。名前の意味が分からんけど、なんとか沖縄、沖縄というか王というか、明治の産業革命遺産。なるほど。バス輪行できる可能性は半々くらいかなと思ってます。できるんだったらそれ乗っても一気に帰ってもいいけどな。包丁、これはなんかお店か、倉庫風の。もう終了してるけど、西友西高明治館っていう食事の店ですね。三隅カバン、カバンっていうのはこの中でカバン作って売ってるってことか。あ、作ってるかわからんけど、あ、確かになんかカバンが中に並べてある。ここまではそのいわゆるあの、なんだろう、世界遺産の西港っていうところになるんですかね。入場館？あとはなんか資料館みたいなところに入っていけばもっとじっくり見られるんだろうけど、若干時間もあれなんで。どうしようかな、これから。北側通って行ってもいい気がするな。銀行、そうですね。筑豊、港を建築するって意味での築港ですかね。そのまま石造り、あ、この辺りとかか。あ、これカフェ&レストランだったのか。多分昼ランチ時は戦争だったんだろうな、きっと。
なるほど。この石畳は割と新しいんですけど、それ以外のところはそのままなんですね。路線バスか、厳しそうだな。なので人吉に一泊して、次の日に午前中は人吉のあの盆地的なところをぐるっと回って、で午後はもう一気に下っていって八代に出て輪行って考えてるんですけどね。でもそれだと結構遅くなるよな。鈍行で帰ったら3時間電車の時間だけで3時間オーバーみたいだから。で、これからどっち行こうかな。なんとなく戻るのめんどくさくなってきたから北側通るか。また予定ルートから変更して このまま海のそば。おこしき海岸展望所っていうのはこの先にある話ですかね。やっぱ港だけあって、なんか砂浜とか土とかのと石、砂利とかのところがあるわけじゃなくて、もうそのまま海ですよね。あ、これ昔のままなのか。人吉の駅、明日はそうですね、そのつもりです。人吉で宿が取れれば熊本駅へ。あ、海岸、なるほど。じゃあ行きますかね。こっち側通っていくと最後にちょっと南下しないといけなくなるけど、まあ誤差かな。南側の道通っていくつもりで。あ、猫の駅長、全国あちこちにいるんですね、猫駅長。でも車めちゃくちゃ多いかな。まあどっちにしろかな。そんなに悩むほど厳選する必要ないと思うんで北側行きます。まあしょうがないんだけど。ついてた、マジで二回りしました。もうなんか U ターンして戻っていって南が走るのがちょっと面倒くさくなって、あと北側の方は車窓から景色が綺麗だった記憶があるので、これで20キロぐらいでしたかね、距離は。宇土から三隅駅までの間になるのかな。あ、こっちは有明海になるわけか。めちゃくちゃ釣りの人いるな。釣り以外の人もなんか岩場に出てきてる。釣り針ですかね、これ。散歩みたいな人もいるな。
海沿いですね。まあ私は山の方がさらに好きですけどね。まあ海沿いも好きだけど。あ、人吉のコース、あのリンクアナ出てますか。ありがとうございます、ナイス情報。じゃあギリギリまで遊んで、まあ2時か3時ぐらいにバス乗ったら夕飯までに帰れるかな。それ難しいか、電車で3時間だから、それプラスバスの時間2時間とすると、やっぱり昼1時とかに出ないといかんのか、人吉を。宗谷岬まで やってるっていうのは、ニコ生なり YouTube のライブなりでやってる人がいるってことですかね。まっすぐ北上しなきゃいけない場合はアップダウンも結構あるだろうから、かなりきつそう。海沿いといっても、あとスケジュール的に寄り道しにくそう。ああなんかガタガタしてる。あ、グルメのイベント、気温ちょうどいいです。今日は少しだけ暑いってほどもないかな。まあちょうどいいです。1200キロ。うん、私はブルベは知ってますけど、ブルベのコース200キロコースを富士山一周を、富士山の周り一周を一人で勝手に走ったことはあります。確か11時間59分59秒じゃなかったかな。なかなか死ぬほどきつかったですね。グルメ、あー、ブルベの話か。え、じゃあ、宗谷岬までのブルベが開催されてるって話ですかね。ようやくなんか話が つながってきたかもしれない。理解できてきたかもしれない。プテルっていう映画、グルメに1200キログルメ、私は、ガンプラ、チャレンジしてどうこうっていう話はあんまり興味ないっていう方は、なんかものすごくネガティブな言い方になるかもしれないんですけど、
そんなになんかやる気がなくて、あの朝鮮系は。私はこういう楽に旅行しながらいろんなイベントに会うのを楽しむっていうのばっかりやってます。同じ自転車でも趣味いっぱいありますからね。まあ、峠登るのは達成感とかがあるから多少通じるところはあるけど、それもそう、峠登りも自分にできるだけ優しくやってますからね。好きなだけ足をついて好きなだけ休憩しながら登ってますから。でも今回休憩少なかったな。あれ、でもこれまだ三隅線と、自転車は、地形？まあ、それぞれって感じですよね。頑張り。私は自分に優しく。今回の旅行は何がないのが新しい。あ、お昼寝か。そうですね、今回なんか夜もよく眠れて6時間ぐらいで普通に目覚ましてます。普段の旅行だと結構1日2日目なんかは特に疲れが出て寝不足になること多いんですよ。寝つけないわけでもないけど、結局朝起きたら寝不足になってるっていう。それが今回快眠ばっかりなんで。フランス。今回本当なんか体調でなんかいらん。サクサク走れてるし。だから残り時間気にするのもちょっと今回は精神的に楽ですね。残り50キロあるから午後のうちに走れるかみたいな心配あんまりしなくてよくなってる。リモートワークで朝晩に走ってたから、朝か晩に、ヒノキなんて。でも眠たいかどうかは別として、普段から、こんなになんか体力変わってると思わなかった。まあでも、今回は特に体調良かったっていうのは絶対あると思いますけどね。ヘルメットにカメラと、左に出っ張ってるのはスピーカーです。100均スピーカー。イヤホン使うとなんか条例とかで何か言われる可能性があるから。でマイクはヘルメットの額のあたり。食べに行くっていうのは何を？朝ごはん、普段の朝ごはんのことか。だとしたら朝ごはんは行った先のカフェチェーンのカフェでモーニング食うか、帰ってきてスパゲティ茹でて食うかっていう感じです。月曜とかはだいたい土日にのらぼう菜を買ってきてたから、パスタ入れて出来合いのソースかけて、でのらぼう菜炒めて上に乗せて食うっていう感じでした。でものらぼう菜は半年後までお預けです。今回自炊なしです。まあ、そもそも飛行機に燃料は、まあ、どっちにしたって燃料は乗せられないけど、今回はバッグの中に収まる量だけ持ってきました。荷物箱根入れかけてますか。箱根入れかけてますか。すいません、解読できない、聞き取れない。
似た言葉で補完できればいいんだけど、私の能力だと聞き取れなかった。あ、ハコネーゼ、白金ーゼみたいなもんですか、ハコネーゼ。というのと読み上げが、なんだ、黄金銭。私が使ってるパスタソースは、あの瓶に入ってるジェノベーゼとかいうああいうタイプのやつと、あとはレトルト的なやつですね。あのソーセージ入りナポリタンっていう、どこのメーカーだったか忘れたんですけど、ちょっとなんかあの燻製的な香りが入ったようなナポリタンのソースが一番好きですね。あとあれだ、和風カルボナーラ、あれも確かメジャーなどれかのメーカーだったと思うんですけど、陰線見えてる。和風カルボナーラは好き。何を言ってるか。読み上げの聞き取りは私はかなり精度低いです。全然不便だけ。何体なの、あっちゃんどう、なんか歌ってるか怒鳴ってるかしてましたよね。たこ焼きですかね、今のは。道ちょい狭い。風は向いてないですか。あ、歌ってるですよね。うおう。意外と私の明日と4日かかりました。まあ早い人だと2日でしょうね。1日150キロぐらい走る人だったら。おーっと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 、やっぱり尻はそれなりに痛くなってくるけど、まだなんかその擦れて痛いような痛みじゃなくて、単に圧迫されたとか筋肉痛的な痛みで済んでる。でもさすがに影響出てきたな。尻を浮かしたくなる。雲仙とかはどっちの方向に見えるんだっけ。島原だから尻を、俺の尻を舐めろ、ケツか。正面、鳩が、あとは道がガタガタなのもあるな、これ。見えてんのかな。あれ、あと三隅線どこだ。雲仙、これ見えてるやつですかね。あそこに出っ張りが2つあって、左がとんがり気味、右はなんかギザギザ。うわー、ガタガタする。あんまり道良くないな、こっち。前はフロントバック派でした。いつから切り替えたんだったかな。
あ、まだ先。まだそんなに来てないか、この半、この半島。左。ガタついてる気がする。左。外どっかよく見えるところで確認しよう。雲仙普賢岳がどういう形かって全然なんか記憶してないので、行ったことはあるんだけど、あのレトロおもちゃ なんとかっていう、あのあそこでディスク飛ばす鉄砲を買ったりしたから。ウドマン、ウトか、ウドじゃなくてウトなんだあれ。19キロ。あ、みかん売ってる。左側だったら買ったかもしれん。火砕流、うん。そうですね。猫、あー、いたっけ。あの地獄のあたりですかね。ビバ、あー、初夏か。左って言ったらあれだよな、あのゆっくり立ち止まってられるところがない。もうまただ。この辺でいいか。ここでできるだけ寄って、今向いてるのがこっちだから、あっちは熊本市方面ですよね。左前方だからあれか、雲仙普賢岳、島原半島は多分あれ車ですね。左側で繋がってるのどうなってるんだっけな。もしかして温泉地とかこっちから見えてるのかな。あれですかね。まあ霞んでしまってますけど、配信でも見えるぐらいですよね。うん。前行ったの冬だったから樹氷見れた。かなり綺麗だった。で、あっちの方に見えてるやつは何ですかね。あっちは霞んでなくて山肌、何山、あとはもうちょいゆったり走れる道だったらよかったけど、反対側の道だったらまだマシだったかな。いいな、うん。まあ景色がいいことは分かってた。三隅線の車窓はあれ結構あの濃い色がついてる窓なんで青く見えるんですよね。金峰山、金峰山あちこちにある気がするな。カフェ&バーベキュー、あ、こっちが、なるほど。交通状況は向こうの方が少しマシなんですね。絶景テラスカフェ、確かにこういうところで休憩していきたくなるな。
なんか違和感がちょっとあった。あ、金峰山。見えないというのは温泉の話かな。お浜温泉。いいですね、今回は特に。まあ、ゴールデンウィークがっていう以前に、自転車旅行をこんだけ久しぶりにやって、こんだけ濃い内容でできてるっていうのは最高ですね。昨日だったっけ、一昨日だったっけ、言ったみたいに、やっぱり私を見ている脚本家がなんか測ってる。あ、道の駅この先にもあるんですか。またなんか私を自転車旅行三昧にしようとして画策してる。ほら楽しかろうっていうのが聞こえるみたいな気がする。あ、西湖見ました。あの古い石垣っていうのかな、あの施設が残ってるところが特に私は自転車旅行したいですかは10年後とかの話かな。それはもういつまでも永遠に。あ、本当だ、道の駅ある。ちょっと今4時半か。ソフトクリームぐらいならいいかな。夕飯に響かんかな。ウトマリーナ秩父。ああ秩父、あれ秩父は最近なんか検討したことなかったかな。秩父は祭りも見たいんですけどね。あの土日祝日関係ないっていうのなんとかなりませんかね。あれあ、公園のとこから。あ、もうすぐ。三隅線ここまでは山越えしてくるんだったっけ。トンネルとかあんまり記憶にないけどな。三隅駅まで行く途中の車窓で。あ、デコポンいいな。赤い峠、秩父のどこの開発かな。峠ある話はこの道ですじゃないですよね。峠の話は今頻繁にアップダウンがあったらかなり消耗すると思うから、まあそれでもいけると思うけどな。なんか干してある。結構痛くなってきたけど足はまだいける。三隅線のトンネル出口、やっぱりトンネルあったのか。一部寝てたりしたからよく覚えてないな。3日前の輪行で。今日は終了してる。まあ今日宿は夕飯あるんですけどね。明日の朝飯もある。北海道の可能性かなり高いですね。でもどこ行くかな。
晩ご飯はどうだろう、旅館で1000円、あの 夕食代1000円だから、まあそんなにめちゃくちゃ豪華なものは出ないと思いますと予防線を張っておくけど、いいのが出たらいいな。まあ、普通にあの家庭料理的な普通の夕ご飯でもいいんですけどね。天気本当です、今回天気も文句なし、写真が合わせかぶるな、日付がうーんなのか。まあ観光客呼ぶためにやってるわけじゃないないですからね。いっぺん見てみたいけど、なんか敷居が高い。今年はどうなんだろう、曜日は。まあネジ休暇取って見に行ってもいいか。あとは多分あのその日の宿はよほど前から取ってないとダメですよね、きっと。なかなか前から計画できない人間なんで。あとは秩父で観光客でいっぱいになるようなことってあったっけ。ああ、まあカレーもしばらく食ってないからカレーでもいい。石段が登るの、ああ、あったな。登るのはいいけど石段下るのはちょっと苦手。階段下りがダメな人間です、私は。駅に下りエスカレーターとか下りエレベーターがないと憤慨するタイプ。ん？宵闇祭、それがいわゆるあの秩父の祭りですよね、夜祭りというか。デコボンソフトじゃああるかどうか。達成感。びっくりした。鳴り始めすごいな、なんか。しかも正面目あのすぐ近くだとびっくりした。スパイス、スパイス、スパイスですかね。よっと、音圧すごい。階段を登るは、登るのはいいんですけど、下りは私は足踏み外す人になるんですよ、いつも。左足がなんか変なとこに行く、必ず。足を制御する脳側の問題だと思うんですけどね。ソフトクリームどこ？というか、この道の駅どうなってる？ん？あ、ビニールシューズです。あれ、これ道の駅だけじゃなくて、なんかイベントやってる？うん、以前にも言いました。あれ、ちょっと待った、道の駅のポール駐輪の、うん、ああいう日が、夕日の話もしてたな、そういや、今朝。宿のご主人が。手すり、まあ、表側、了解です。何のイベントやってるのかよくわからんな。うん、屋台で、イベントの趣旨はよくわからない。なんかやっててもう終わったのかな、時間的に4時半だし。メレソ、ああ、今道の駅で野宿するとなんか言われそうなんだよな。もうなんか、あ、トイレの前通ってしまった。野宿は厳しいんじゃないかなと。もうこの炎上文化だと、なんかやらかすと一斉に叩かれるから。
フトクリーム本日の営業終了しましたかな。右がカフェ、あ、ソフトあそこにある。規制、うん、ですよね。お、このサイクルラックなんか打ち込まれてる。よっかけてもだ、あの全然問題なさそう。よっと。これここなのか。ソフトクリームはデコポンソフトはない。あ、一応目立つスマホだけ取り外しとくか。やっぱり珍しい。一応ソフト。
あの美味しいけどメープルの酸味があまりないな。あの柑橘系の酸味で喉を癒したい気持ちがあったのがちょっと満たされてない。あのなんていうか焼き芋ソフトみたいな食感があるな。ちょっとあの芋みたいなザラッとした感じがして、といってなんか他のソフトと間違えられた可能性もなさそうだし、やっぱりなんか食感が焼き芋っぽいな。喉に刺さった。読み上げほとんど聞こえてないんで、もしよう。甘いもの欲と冷たいもの欲は満たされたけど、みかん欲が満たされなかった。残念。バイク、やっぱバイクのせいか。あとちょっと。お茶どっち入れたっけ。あれどっちだ、こっちか。外れ。こっちにもお茶入ってない、なんで。あれ、もしかして宿の入り口、あの下駄箱のところ忘れてきたか。
ご主人と話し始めた瞬間になんか忘れてきたような気がするな。そう、ボーイズ。ボトルケージは1個しか入ってないです。あれ？本当に忘れてきたか。つまり、宿のご主人に、こんなお茶いるかって言って、置いてったっていう形になりますね。あ、いや、あった。奥の方にあった。おい茶。汗物多いですよ。よかった、持ってきてた。じゃあお茶を取り替えて、うん、腹立ってますね。ありました。いや、なんか割と入り口近くに置いて入れてたと思ったんで、うん、サンディプリンターが何ですか。サンディプリンターはちょっとうるさいですよ。本当になんかあれ、なんか間違いなわけないよな。他になんか焼き芋ソフトとかマジであるんじゃないかと思って見たんですけど、見当たらなかったし、もういいから。ああ、そうかもしれませんね。他の確かに軽い袋と一緒にごちゃごちゃ入ってたから。ああ、トイレ行っとくか。あ、表示じゃなくて読み上げだけなんですよ。3D プリンター教室、あー、どうだろうな。私そもそも CAD をちゃんとした機能を使ってないんですよ。Fusion 360って履歴機能があって、後戻りしていろんな修正ができるっていう機能があるんですけど、それに伴う制約が嫌で、私はそれを切って使ってるんですよね。お手洗い、うん、そうですね、ちょっとトイレ探していくか。もうあと20キロないぐらいだけど、あ、20キロ入ってたら結構6時過ぎる可能性あるな。トイレ確かここだったかな。ん？あ、いくらイカ丼ですかね。じゃあちょっとしてきます。プラスしてきます。海岸、ただいま。こっから松葉瀬駅まではこれ一力出てるな。経路はリトルです。あ、20キロあるな。あ、6時にはつかんかも。6時ぐらいにって確か言っといたから。イエス、ビッグメじゃないです。スタンディングジョーです。リトルジョーです。スタンディングは別の意味か。
よっと。渋滞してるな。まあ車が詰まってる状態じゃないだけいいけど、流れてるから。来ましたね。天草方面から戻ってきてるんですかね、みんな。さすが本土だ、コンビニがいっぱいある。これミカヅキ型がいっぱい見える、画面でわかりますかね。これ海の模様がすごい。ちょっとそこのあたりで写真を。この模様、有明海で、あれちょっとこう、ここかです。映ってますかね、この変な模様。海、見えます。川の流れ的なあれじゃなくて、海のなんだろう、どうなってんですかね、これ。他で見たことないんだけど、こういうのは。あっちはないな。多分なんか自然の何かなんだろうけど。な、潮の流れとかとは関係ないんですかね、これ。あ、おこしき海岸。おこしき海岸も、臭い。おこしき海岸もこういう感じの模様が有名なところなんですかね。初めて見た、こういうの。1年と23日は、どれの話？この模様が現れるのとかじゃないですよね。お久しぶり。あ、配信をっていうことですかね。配信見に来たのが。いや、私は配信するの 1年4ヶ月ぶりだから違うな。なんじゃこれ。こっちから見るとよく見えるな。なんかしましまというか、なんというか。なるほど、この模様で。なるほど、仕方に地形ですか。どうやってできた地形なのか気になるけど。あ、なんか人がいるな、あそこ。潮干狩り的なことをしてる。はあ、私もこういうの初めて見た。知らずに来て初めて見たんで興奮してます。ドバイです。何が
おこすき海岸はこのまだ先ですかね。ここでもなんか見られそうだけど、スペース、ああこれか、ここですね。おこすきってこんな字書くんか。やった、おこすき海岸。鉄岩と砂岩の層、なるほど、そういうことか。鬼の洗濯岩的な、岩の層が斜めになってってことですかね。気軽に、そうです、めちゃくちゃそのあたりはアドバンテージです、メリットです。じゃあちゃんと見ます。はあ、やっぱり潮干狩りしてますね、あれは。すげえ、横から見るのとまた全然違いますね、夕日を。いや、さすがにそれは宿に18時に一応行かなきゃいけないから。すごい、パノラマ撮るか。知らんかった、いますか。結構ラッキーだったんですね、タイミング的にも。うん、あと1時間残り 20キロ。知らずに来るといいな、こういうのは。まあ捨ててきてもいいんだろうけど。あとは夕日のってのは確かに見れると良さそうですけどね。太陽がこう沈んで、こっち方向に夕日が見えるんですかね。でもこういう海岸が他にないのも不思議ですよね。なんかできた経緯を見ると、他のところにもあっても良さそうな気がするんだけど。そもそもこのサイズの岩のその層が存在すること自体が珍しいのかな。すげえ、ここだけにあるの不思議ですね。すいません、かなり満足しました。ここ好き。ああ、夕日こんな感じですね。本前の、ああ、岩の繊維がってことですかね。ローターカバー、ローターカバーというのは、私が 3D プリンターで自作してきたもののこと、話でしょうか。 3D プリンターでは問題なく保護してくれましたけど、いざとなっ、本当になんか放り投げられたりした時に無事かどうかわからないです。実際カバーにひびぐらい入ってるかもしれないなと思ってたんですけどね。あとはでかいサイドバッグ持ってる、でかいサイドバッグのスタイルの人じゃないと、ちょっと持ち歩くのにはそれなりにサイズでかいです。直径17センチぐらいの、人の、やべえ、これ夕方6時過ぎるな、到着は。どうしても渋滞である程度遅くなる観光地に。まあそうですね。やっぱこっち。いわき見事に使いますね、これだったら。写真も撮っていくか。静電気、いや、ついてないですよ、あれ、路面に。
そもそもあれそういうアースなんでしたっけ、あれって車がなんか垂らしてるやつ。静電気、あ、本当にそうなんだ、あれは。あ、静電気だからアースってわけでもないのかな。アースっちゃアースかな。あれはなんかオカルト的な話なんですかね。実際に効果はあるないみたいな話は関係なくて、それとも実際に効果があるものなんですかね。アースか。私もなんかあれよく見た気がするんですけど、そういえば最近見てない気もする。実はいらなかったっていうやつなんですかね。あ、駐車場で正月か。クリスマスとかはありそうな気がするな。うん、バッテリーのマイナス。お、山下。こういう横をなんか すり抜けていくのもあんまり、車をイラつかせるのもあるし、あと動いてる車を追い抜くのはダメなんでしたっけ、ルール的には。右、あ、そうですね、単線だったっけ。そういえば駅ですれ違ってたか。古い、あー、まあでもこの辺り民家あるからな、怖いな。昨日、単線ですね。昨日女の子が飛び出してきてヒヤッとしたからな、気をつけとこ。うん、古い駅、私はそういうの好きですね。うわ、駅さんは道路から見えるんですかね、それとも入っていかなきゃいけない。あ、なんか標識書いてあるか。カフェに、あ、あれか。あ、これ、あ、阿弥陀駅って書いて大田駅って読むんだっけ。これあれだ、あの列車の中からも写真撮ったやつだ。ってことはミスミセも相当古いってことですよね。これ網でいいんだっけ、あれ綱じゃないよな、網だよな。船虫出るか。え、どこに。公衆電話が古い、あの古いっていうか古いやつはああいうやつなんでしたっけ。電話ボックス大田、あれで大田っていうものって他にもあるんですかね。カフェになってるっていうのは、うん、相当古い、まあ、あれはそういう風に作ってあるんだと思いますけど、私はあの世代知らないな。電話ボックス、レトロ感っていうのもある。うん、あれあの公衆電話って書いてありました。郵便ポスト、ああ、わざと置いてるのかな、あれ古いタイプのやつ。
で、1時間に1本ずつぐらいですね、いすみ線は。19世紀、100年以上前、いや、19世紀って、何年から何年だっけ、だから世紀分かりづらいんだよ、年の区切りが。で、いすみ線、私は輪行で乗ってきました。ディーゼルカーでしたね。パンケーキ、あ、レトロ館で、中でやってるのかもしれないですね。今閉まってるっぽいけど、うん。あ、なんか見えない。あれ、これもしかして閉鎖してあるのかな。何時から何時まででみたいな表示も何もないし、今やってないんですかね、このレトロ感は。あ、A 列車見ました。私の乗ってきた鈍行、普通列車の次に来てたんで写真撮りました。なんか黒地に金色の鋲が打ってあるみたいな感じのやつですよね、鋲。レトロ感はあれ閉鎖してしまってるのかな。自転車1台で止めるとまたイラつかせそうだけど、車を。でもこの交通量じゃボタンを押さないと渡れない。今でも1時間に1本とは言っても、本当もし、あ、渡るとき。1時間に1本だとどうなんだろう。まあ、そのためにそうですね。列車と船。三隅から先は船どう出てるんですかね。三隅港から どこに出てたっけ、船は。なんかちらっと調べた記憶はあるんだけど、もう忘れてる。本土まで行くんだ。え、じゃあ本土から船に乗せて三隅までショートカットもできたってことですかね、自転車旅行的には。そんな脱出手段があったのか。まあ、今日はオレンジライン走ってよかったけど。でもそうか、次は長島から牛深まで船で渡ってくるか、三隅島原フェリー、あー、今は確か本土のもうちょっと北の方から島原にフェリーがありますよね、船が。郷田教育の里。マニア、うん、なるほど、そうですね。本当にフェリー、船で牛深まで来て、牛深から西海岸走って本土まで行って、で本土から三隅まで渡って輪行で帰るっていうのもできるな。でも長島の方から入るっていう、その長島までの移動が結構大変になるな。
あ、とりあえず歩道が広くて助かる。おっと、南側を走る。ああ、そうですね、今回結局予定してたのに行かなかったから、後ろからバイクが来てる。なんで追い抜かない。この辺りは行けますね、楽に行ける。いや、できるだけ左側寄ってるんですけどね、そういうつもりで。でも車と一緒に来てるだけか、これは。いや、特にそんなことなかった。なんとなく追い抜けなかっただけだ。うん、すり抜けてる。ちょっと立ち漕ぎで尻休め。安全かもしれないですね。あれ、そこ水見せんだよな。熊本天草幹線道路宇都道路工事。道路自体も結構広くなってますね。1車線の幅も。なんか余裕ができて、できた。三隅線1本ぐらい来るかと思ったら来ませんね。1時間に1本か。松橋駅っていうところの近くの宿です。一力旅館。渋滞、まあ6時ちょい過ぎぐらいかな、着くのは。5時50分ぐらいに運行日だけみたい。あの特別の特別列車が走ってるの毎日じゃないんですかね。今日はゴールデンウィークの休みの日だから走ってそうだけど。ああ、この辺もすごい。ちょっとやっぱ。
いい列車。でもこの模様確か3日前の10時11時の間頃に三隅線で通った時には見てないと思うけどな。その頃は満潮だったんですかね。お、来た。普通列車ディーゼルカー2両1時間に1本。すれ違いが来るかもしれないですね。キハ、あの新しいキハじゃないですよね、あれ。47っていう片面は私は知らないけど、まあ中は過去に何度か見たレイアウトのやつでした。トイレもあって、ちょっと運転席周りがバスっぽいやつ、オープンなバスっぽいかな、うまく説明できないけど、三隅線もいつまで存続するか。うん、日方さっき 見えたとこですよね。本土、あ、本土、あ、本当ですか。そこも休止か。じゃあもう牛深から、あ、船で牛深にから上陸したとしても結局全部走らないかんのか。まあ次いつになるかわからないけど。あれ、あ、今止まってたのか。もう次のが来たのかと思ってびっくりした。今駅があったんですね。あ、猫いっぱい。そうなんだ。猫の島って言ったら私の地元の近くの愛の島が猫の島になってましたけど、猫の島もいくつかあるんですかね。あと前三陸沿いで、ね、どっか行った猫の島どこだったっけ。なんか今踏んだな、ネジかビス的なものを踏んだ感じがする。はい、そんな。ああ、田代島はあれどこだったっけ、どっから渡ったっけ。あれ、あそこあそこあそこ、電波、あ、そうですよね、猫神社とか電波はなかったと思う。気仙沼、気仙沼あたりから渡ったっけ。田代島は違ったっけ、どこだったっけ。田代島渡ったのは記憶がごっちゃになる。気仙沼から渡ったのはなんか別のあの島だったっけ。うん、まあ始めたというか石巻でしたっけ、あそこから行ったんだったかな。猫の島思ったほどいなかったです。私が行った時は見る、ま、あのそんなに見ることできなくて。配信を始めたというか、あの自転車旅行をそろそろ我慢できなくなって再開したので、まあ、配信もやってるってことです。あ、広島。これ以上あの旅行自粛してたら人生の一部が失われると思ったんで。
そう、我慢してたのとそれを理由にサボってたっていうのは両方です。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。おお、あの人見た目70ぐらいいってないか、もしかして。すげえ。絶対60と70の間ぐらいだ、あの人。お疲れ様ですって言われた。私はまだ見えてるけどな。別に負け惜しみじゃなくて。なぜ八木さん早いなぁ。あの年でああいう風に走れるっていうのはやっぱいいよなぁ。有名人なんですかね、あの人。あ、私がってことか、今の。ん？あ、いや、以前の、いや、連絡取ってるわけじゃないですけど、ツイッターで普通に繋がってるってイメージですね。でも確かに直接メンションしたりあまりしてないですね。30年行きたいといっても、あの、まともに平気で自転車旅行できるのはあと10年ぐらいじゃないかと思ってビビってるので、それで焦ったっていうのもあります。島田さんも今まだ走ってたはず。でも最近ブログまたチェックしてないな。ん？ん？体力的にかな。60、70ぐらいまで走りたい。電動で旅行してる人とかはもういそうですけどね。ああ、ここもすごい。電動も自動運転も早く実用化してくださいって。電動はもうしてるけど、マッチングアプリやるんすか。マッチングしたいと今は今更別に。精神力でもやっぱ体力がついてると全然違うってことが今回分かりました。嬉しい。重い。まあでも輪行できなくはないですよね。15キロぐらいの自転車でも輪行しようと思えばできるし。女性の友達か。男の友達もいないのにって言ったら、一緒に走った人たちが友達じゃないって言ってることになるな。そう、体力本当に嬉しい。うん。あー、そっか。70。うん。島原湾になるのかな。小田野さん、来れるもんなら来てみろ。お、本当になんかこんなに走れるようになっていると思わなかった。嬉しい。上りも行けた。まあ、ちょっとあの600メートルとか900メートルの上りになるとどうかわからんけど、これはな、何ですかね、あそこ。大阪さんはもう結婚してます。自粛期間は、ん？何校がある。自粛期間中は近所を走ってました、ずっと。朝晩どっちかは、台風姉さんどうしてるかな。テレワークの時朝晩どっちか30分か1時間ぐらい走ってくるんですよ、近くの鶴見川を。使いみたいですね。驚いた今回。で、土日は昔住んでた東京都稲城市っていうところまで
行ってぐるっと回って帰ってくる道ルートを毎週毎週やってます。最短50キロから回りにすれば6、70キロぐらいまでのコースになるんですけど、今まで自転車旅行っていうのは何だろう。まだ引いてる途中なんですかね、これで。そう、この環境がずっと続けばいいけどな。あとは私のモチベーションとか、この習慣が続けばいいけど。海中なんて。沢沢春樹、誰ですか？沢沢春樹。いらっしゃい。あ、なんか水が残ってる。あれ、潮が引いてて取り残された。ん？次はまあ夏休みかな。北海道また行くか。本当どこ行こうかな、北海道の。ん？左の？え？仕事、利尻と月一、わかんないですけど、ん？何ですよねって。テント、今どこにあるんだろう、あれ。擦り切れてなくなってたりはしないだろうけど、誰か多分拾うか、もうゴミとして処分されてるか、どっちかですよね。まだあったらすごい。あのテント、十何年前？支配人巻き。支配人がやってるから下手くそでたくさん持ってしまうっていう。形は悪いけど量は多いっていうのを指して支配人巻きって言いましたね、ソフトクリーム。レブンとリシリと。レブンリシリはどうやって配信したっけ。あと私は過去にレブン島には何回行ったかな、2回か。配信してる時に行ったのが1回で、家族持って家建ててるテントが。じゃあテントの孫の顔を見せてほしい。アーカイブ、その頃のデータ残ってるかな、本当に。でも今回のやつは編集して出したいけど、また道の駅とかで余計な曲が入ってるからな。階段国道はお高かったテントですね。3万か4万ぐらいじゃなかったっけ。何泊すれば元が取れるんだってぐらい高いやつでした。まあ今持ってるやつも同じだけど。よっと。ジョイフル、夜1時まで。この営業時間めちゃくちゃ分かりやすく書いてあるんですよね、ジョイフルは。助かる。使おう。ジョイフルを。確かにドリンクバー割引券今朝もらってきたけど。7年首を。ビッグマグナム号。お値段、小川テント、エアライズシリーズって何テントなんだっけ。テント使おう。またちょっと狭くなってきた。小川って何まで？
今日のこの後のコースの話なら松橋駅っていうとこまでです。あと12-13キロぐらいじゃないかな。まだそこまで来てないかな。ここまでの経路あと最短10キロですね。でもここ通ったらアップダウンがあるんじゃないか。国道は新潟が、まあでもやっぱり一番は北海道じゃないかな。深刻、いやしてないです、同じです。歩道行くか。高花小川テント、私はエアライズってやつですけど、あれどこだっけな、エアライズ2。こんばんは。いや私はロボさんじゃありません。あのたまにはこういう嘘も言わなきゃいけないのかなと思って、払い店とか、そうですね、ありがとうございます。嘘も言わなきゃいかんかなと思って、なんか配信盛り上げるためには。ん、何が話題に、なんとかこの道避けたいけど、まだ脇道ないですよね、この辺。桃です、桃じゃない、このやり取りも今忘れかけてたな。まずは 3.1、 そんな進展が、ご左右に、まあいいことだと思いますよ、使わずに済むのは。外屋セトロド、私なんかそうですね、 SE、 あれ98に SE があったっけ、 Windows は SE なんだっけ。湧き水、まあお茶あるからいいけども、向こうセカンドエディションか。 あそういやそうだった気がする。98も結構いろいろ爆ありましたよね、不安定でしたよね。であと XP あたりから先はもうユーザーがバージョンアップするなって言い続けてる関係ですよね。今日も泊まりです。明日は人吉の方に行こうかと。2000か、青い背景、まだ中山です。 Windows 10にいつアップグレードしますかっていう、アップグレードするしないじゃなくて、今日するか明日するかっていう選択肢しかなくなってくるっていうネタで有名になりましたよね。どっか抜けられないか、これ抜けられないな。いや、なくもないか。ちょっと横に入ろう。細い道がある。あ、もう一本向こうでいいか。私はなんか曲とかあまり流れないタイプです。あ、湯水が。ここから右に行けるんじゃないのか？あれ？行けない。ん？あ、この先か。リフト通行禁止のリフトってなんだ？どこ行く、リフト通行禁止。この先、これだ、相変わらずです。この道、
フォークリフト通行禁止です。うわ、すごいな、この道。ガッタンガッタンです。でもまあ、車来ないだけマシ。なんか新しい道作ってますね。見向きもおかしいな。なんかあってもいいんじゃないだろうか。自分から何もしなくても女性の方からなんか入ってくるパターンが少しぐらい発生してもいいと思うんだけどな。手持て。モテ期はあと10年ぐらい。あと、つまり62歳。奥の貯金か、 0. 何億とか 0.0 何億とか。最近増えてますかね、どうかな。でも確かになんか稲城市のカフェとかでたまに見かけるな、既婚者には。あー、マダムにはそうかもしれん。上は、じゃあ17歳から18歳までで、今のぼやっきーのイメージで言いましたけど。ジューチャーチって高校生だっけ。案件ですね。というのをとりあえず行ってみた。そう、全国のそれぞれ。女子高生って何歳から何歳までだ。そう、ロリコンって言葉の言葉が昔はなんか普通の言葉として使われてたのに、そう、ぼやき。そうですよね。何がコミューター、これどっち行っといたらいいかっていうと、もうちょい左にもう一本外れた方がいいか。ああ、追い風だからまだ楽だな、これ。というのと、あと東に向かって走ってるから眩しくない。まあ、眩しかったら例の 3D プリントです、プリンターで作ったバイザー使って自慢するわけだけど、出番がなくて残念だ。こっちの少し道マシになりました。先ほどボッコボコじゃない。なんか自転車のブランドというか、ビルダーさんかな、なんかそういう感じの、そういうところのロゴに似た感じだった気がする。どこのロゴだったっけ。今日は少し尻に疲れが出てきた。尻が擦れて痛いというよりは凝ってる系の痛みがする。買う、買ってください。でも何の自転車買うか最初めちゃくちゃ悩みますよね。懐かしい、すでに懐かしがられてる。あ、住宅地に。でもこのお尻の痛くなり方はいつもよりもひどくない。遠征しないんだったら電動自転車が一番簡単だと思います。最近は安くてリスクも少ないと思うんで、その爆発したりすぐ壊れたりとかいうリスクも最近は少ないんじゃないのかな。ランブータン、あれは原付カブで走ってた時か。
実際なんか株とかその足を動かさないで座ってる方がきつそうな気がする。自転車は足をぐるぐる回してるからある程度はその尻にかかる荷重が移動しながらかかるわけだけど、ドカッと座ってるだけのバイクはきついんじゃないかな。ドロップ、ああそれありますね。私は今もちょっと首痛いです。うん、じっとしてる方が痛くなりそうなイメージが。給料、いや多分決まりとして上がっていくっていう部分以外は上がってないと思う。役職ないし。まあでも今の稼ぎで今の仕事のペースでやっていけたらなかなかいいんですけどね。まあでも多分この状態そう長く続かないと思う。キビタキだっけあれ。年収1億、まあそんなもんですね。めちゃくちゃ大雑把だな1億って。犬散歩。最終回で、あれここには行ってなかったっけな。あ、もう少し先まで行ったらフラットハンドル、あそうです。私はフラットハンドル派です。ドロップハンドルは背中痛くなっちゃって、こんなところでこんな開けた場所で、まあもういいや。プトプトになった理由考えてもしょうがない、はあ、うん、車説。犬が可愛かった今のは。ここで曲がっといたらいいか。この作物何か分からんけど結構大規模ですね。で広大、うん、今映像行ってるんですかね。またプツプツなんじゃなかったっけ。あ、来てますか。この先 Google マップの推奨ルートに従ってまっすぐ行くのか、これなんですかね。なんか見たことあるような気もするけどまだ知らない。自転車の、うん、あ、今はスマホです。スマホ、ここは熊本。自作のグリップつけてさっと取り出して片手で撮影ができるようにしてます。片手でズームもできます。若干指苦しいけど、でもこのグリップの良さを誰も分かってくれない。ゴールデンウィーク終わったらまたメルカリショップスでこのグリップ出すので見てください。このグリップがあるだけで全然違うんですよね。うん、コンデジよりも解像度は若干落ちるけど、あのカラーバランスとかその他のその他が完全オートでスマホの方が圧勝なんで、印刷は3時間ぐらい、うん、ペダルはカーボン、これ車道出てもいいかな。お、キャンピングカースマホの携帯性、
うん、動画ももうスマホ、私は動画撮るとしたら全部スマホでやってます。ここはまだそんなでもないですね。まだまだ余裕がある。ここはあ、ここだ。ここ曲がっていった方がいいか。いや、ナビ用だけ分けてるだけですね。ナビ用に iPhone X、iPhone X、iPhone X はあのでかいのと顔認証がマスクだとできなかったんでナビ用に格下げしました。で、普段使い用とかカメラ用とかビデオ用にあの iPhone SE 第2世代を買いました。で、グリップ作ったのはその第2世代用です。 SE 第2世代。良さそうな道だからここから曲がるか。ここは信号ないから待つしかないか。よっと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 、ありがとうございます。カメラですよね。よいしょ。そう、あのちょっとでも挨拶返しときゃ相手も気分よくなるから、そうするとその人はまたあの譲りまたその待ったりしてくれるようになるからウィンウィンですよ。こっちは別にウィンしてないかな。そしたらみんなが気を使い合う気持ちの悪い交通、あの交通社会になる。 人によっちゃ気持ち悪いだろうけど、いつまで日程で言ったら明後日までかな最大。そう、優しさの連鎖を、優しさって表現するとなんか気持ち悪いけど、とりあえずマイナスの連鎖を膨らますよりよっぽどいい。足元に絡みつくは違うか。隙がない。ああ。とっさにあの手離したりしたら危ないですからね。それは仕方がないでいいと思うんだけど。もう6時9分前じゃないですか。影そんなによく映ってますかね。コロナ太りはしてないです。体重減ってないけど。P38。ああ、って名前だったっけ、あの歌は。宿まであとは残り距離は6キロ。6キロ9分は無理だから、パニア、パニアまで見えてる影なので一旦電話しとくか。電話番号合ってるのを確認してから。あ、出てないや。電話番号はこれだ、0568のやつ。0568の履歴を、あった。ちょっと一旦読み上げ切って、一力さんでしょうか。すいません、今日一人でお願いしてた吉川なんですけども、あの18時ぐらいに作っていってたのがちょっと 2,30 分遅れそうなので一言連絡しとこうと思って。あ、はい、お願いします。はい、失礼します。はい、あれ、スピーカーのケーブルどこ行った。あった、やった。よし。というわけで6時半ということになったけど、まあいいだろう。
割といい感じにできただろうと思う。まあただそう食事ありなんで今忙しい時間帯なんですけどね。企画じゃ言い過ぎす、ま、いつまでそのネタ覚えてるんだ。私の小学校の時に行った塾の話じゃないですかそれ。あいや違う小学校じゃないや、誰だ何の時だったっけ。吉川浩司は言い過ぎは本人が忘れてしまった。タニアは後ろが人によるんじゃないのかな。私は後ろにつけてた方が千葉か、ああだったか。大波のご主人、そこじゃ言い過ぎ。あれ、どの人だったっけな。パユは最近いたけど、あそこじゃなくて、多分あの、誰だっけ、パパさんちの人かな。パパさんちはどうなってんだろう、今。ライダーハウス情報にまだ載ってたっけ。あのそのパパさんちっていうところ2回目に行った時にあの寺崎勤さんだったかな、バイカーの人、あのオートバイの人なんですけど、ブルートゥースは嫌いだしね。あの寺崎勤さんっていうフィールドバイカーズっていう昔あった自転車雑誌のなんだろうな、山の中にキャンプで行ってひどい目に遭うような、あ、湧き水。あ、さっき言ってた山の向こうっていうやつか。その人がいたんで、営業、あ、やっぱそうだよな。寺崎勤さんがその場にいてびっくりした。前、フィールドバイカーズの記事読んでましたよって話をしてました。うん。Bluetooth。Bluetooth はですね、接続が不安定なんですよ。で過去に Bluetooth の、 あのスタックとかも原因になって、まあ、パソコンの調子がおかしくなったりして、あ、まあ思い出すだけでまた腹立ってきた。おっと、なので私は Bluetooth にものすごい偏見を持ってます。ウキ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 、ん、どこのこと。どこ、こう湧き水のところってどこだったんですかね。で、うん、スマホイヤホン、スマホはイヤホン使ってないんですよ私。音楽ほとんど聞いてないから、聞くとしたら自宅のデスクトップで YouTube で聞いたりしてるぐらいなんで。あ、山の方か。じゃあとりあえず今はもう宿に直行ってことで、あとまたなんか喉乾いてきたので、こ、航空音、あ、なんだろう今のは。なるほど。はあ、はあ、宿でもらったお茶。今夜の宿は素泊まり5000円プラス税に、夕食1000円、朝食500円足して、で、税込みだと7150円の、あ、外れた。7150円のはず。ちょっと待ってください。強く引っ張るとマスクが外れる。安すぎない？安、そうですか？割とノーマルというか、ノーマルで普通だと思うけどな。宿の近くでストロングゼロを買わないと。ストロングゼロは死ぬから、私が死ぬから。ストロングゼロはもうちょいだったのにマスクが外れた。突発で、ああ、まあ今日はラッキーでしたね。あの2件かけたんですけど、1件目はいっぱいで、
今日あの泊まる宿も残り1部屋でした。ネット上ではすでにいっぱいになってたていうかネットだと多分当日とか明日あの翌日とかの予約は取らないんだろうな。ストロングゼロ、うん、ある程度行ったらまた規制とかかかるんじゃないですかね。まあ一言だけどな、ストロングゼロは。ストロングゼロって何がゼロなんでしたっけ。アルコールはたっぷりなんですよね。糖質がゼロなんだっけ。糖類か、あんまりというかまあゼロに越したことはないのかもしれんけど、悩み事はゼロありそうですね。そうですね。でも今までああいうのタイプはなかったんですかね。あ、低アルコール、うん、悩みないですからね。私なら悩みは他の人に比べたら少ないと思う。相当人の話聞いてるとやっぱり私はあのぬるい人生歩んでると思う。うん、あ、温泉がなんてハゲの、あ、まあ その手の話も遺伝系の話もほとんどないですね。まあ高血症があるっちゃあるけど自覚症状ないし薬で抑えられてるし、うん、お酒飲んだ。髪の毛はもうほとんど遺伝とかの運だと思いますけどね。それよりも私は日本人の価値観の方をどうにかすべきだと思う。ハゲがかっこ悪いとか致命的だみたいな考え方、致命的というのはそのハゲてしまうともうダメだみたいな考え方を、うん、近寄らない、あ、近寄らないですね。海外に比べて日本はなんかハゲをバカにしすぎじゃないですかね。ハゲが見にくいとかあのバカにしすぎじゃないですかね。その価値観も疑ってかかるべきだと思うんですよ私は。ん、高須化粧が、うん、高須化粧は今あのコレステロールを抑える薬で、うん、余裕発言。いや、だからその世間の価値観が変わればいい話じゃないですかそれ。まあ価値観なんてそう変わらないですけど。ステイサム、何の人だったっけ。若い方が、ああ、分からない、うん、そうですね。それって私もそう思う、それそう思う。なんかあの露骨にバカにしても許される文化っていうのが不思議なんですよね。コンプライアンスじゃなくてなんだっけ、最近その人種もなんか均等にドラマとかの中に入れなきゃいけないみたいな話のことあれなんて言うんだっけ、コンプライアンスだったっけ、違うか、横文字忘れました。あれみたいなもんじゃないですか。ジェンダー、いや、ジェンダーでもないかな。ハゲでもかっこいい。あー、ポリコレだ、ありがとうございます。ポリティカルコレクションだっけ。そうそう、ポリコレ。なんかポリゴンゲームコレクションみたいな響きはあるけど、ポリコレです。それが出てこなかった、知ってたのに。ん？ポリスコレクション。ポリコレ。メルカリ。まあ、茶化すというか、あの、本人迷惑、あの、嫌がられないような茶化し方だったらまだいいと思うんだけどな。外見、ああですかね。やっぱ日本人がおかしいんじゃないのか。お、裏道。今ここはなんかすごく快適でしたけど、この先増えますかね。ちょっと待ってください。
あ、というかここから右曲がる。ここから右に曲がるルートですけど、裏道とか行った方がいいですかね。うちのレベルが低い。高い低いがやっぱりあるんかな。右折ですね。でもここから先はもうなんか脇道なくなるから、もうまっすぐ行くしかないですよね。どの辺の、あの松橋駅の近く、かなり近いはずです。一力ってとこです。完全にそうですね。自分も白人、ああ確かにそうですよね。白人コンプレックスも不思議ですよね。自分の人種が一番って思う方が自然な気がするけどな、自分に都合がいいから。なんで白人の方なんだろうな。うん、夜ご飯宿です。あ、スパイスカレー、今日はもう夕ご飯頼んでしまってます。結局なんか飲み屋じゃない店を探して夕飯を夕飯に入るっていうのが若干面倒っていうのもあって、飲む人だったら特に迷わないと思うんですけどね。夜やってる店で飲み屋じゃないとこ探すのって意外と面倒なんで、まあ、それか有名店があったら別ですけどね。昨日の平畑みたいな。3S ってなんだっけな。残念でしたね。あれ昨日に限って臨時休業臨時休みみたいだったから。胆力、そうですね。あれ、あ、綺麗ですかね。ページは確か私も見てるんだけど、明日はちょっと知りに来てるかもしれんな、これ。右、行けますね、確かに。しかし渡る横断歩道とかは何もない。まあ普通に車道で行けばいいか、シナリオ通り。やっぱり自分の背後にいる脚本家っていうのが背後にいそうな気がするんですよね。まあ、この先は特になんか面白そうなところは、普通に国道、これ県道か、パン屋さんはあるけど、あとはジョイフルとか寿司、スパイスカレー、セブンイレブン。まっすぐ、まあそうですね。まあでも裏道行ってもいいかなと思って。あそこか。まあでもまあなんかやっぱりまっすぐ行こうかな。知らん店があるかもしれんし。車が多かったら、ま、間違いなく行こうと思ったんですけど、この感じだったらいいかな。それだったらなんかここにある店を見ていくだけでも少し価値がありそうな。アルコール派？これは何線ですかね。伏線だから三隅線じゃないと思うけど、
もう宿近いの？うん、もうあと5分10分ぐらいです。鹿児島本線か。ああ、ですね。松橋駅とか、次が松橋駅か。ここからなんかしたら。うん？どんこ線？北線ですね。しかも電車だよな。本来そっち先に見るべきか。三隅線は汽車だったから。ディーゼルカーだったから。今ここ鳴門鎌田やってるんですかね。今ここ、あー、どうなんだっけ。もうお別れですね。宿配信はまた今日もやると思います。個室だし。特急が痛い専門、痛い専門、それ以上の情報何も書いてない。整体屋さんか、優しい整体屋、痛い専門、痛い専門とだけ書かれるとわざわざ痛がるためみたいな風に見えてしまう。サイクルジャージが板ジャージ、板なんとかっていうのもなんか市民権得たような風に見える。痛いと言いつつもなんかすでに痛いと思われてないような気がする。まあ、あとは痛いって言われても痛いですからって言えば済む話ですからね。マチパンラボ、これか、パン屋さん。ロッキーディスカウント。左、自転車左。うん、もうこれからもうすぐ着きます宿。酒屋さん。逆走。左。まああまりやかましく言うのも、ママチャリ、一昔前のママチャリだと当たり前でしたからね。今特別うるさく言われてるだけだから。うん、まあでもだんだんしなくなっていくんじゃないかな。今は自分の親があれやってた世代だと思うから。うん、くすぶってる俺たちじゃない。うん、あ、これ935？ 私の実家の目の前通ってたやつじゃないですか。目の前じゃないけど、すぐ近くを通ってた。935って言い方はめちゃくちゃ響きますよ、私に。新3号って言ってますからね、今の3号のこと。うん、電動チャリ。まあそれもだんだん世代変われば変わっていくと思うんですけどね。まあ変わっていったら我々も世代変わっていなくなってるけど。もうすぐ、こっちは確か19時、夜7時ぐらいが日没です。電動チャリ、まあ電動に限らずだと思うけど。電動スクーターってどういうやつだっけ。速い。左側。信号すら守らない。
子供乗せててそれやるなよっていうのは確かに思いますね。そういうの見かけると子供もそれがあのやっていいこととしか思わないから。うさから揚げ、電動キックボードか。あー、なんか最近それも話題になってますね。でニュースで電動キックボードの暴走集団とか言って、電動キックボードで人混みのいるところをすり抜けたりしてるやつを映してるけど、そういうやつがどういうやつかっていうのを扱ってほしいんですよね。電動ボードでそういうことが起きてるっていう表現じゃなくて、電動ボードを使ってあんなことしてるやつらはこんなやつらだっていうそこを報道すべきなんじゃないですか、あれ。あー、なんかまたうるさいこと言ってしまってるけど、この間親にそれ言ったら、いやそれはいいからって言われた。そんなへりくつ理屈はどうでもいいって言われた。スイッチが批判に批判スイッチ全くです。電動キックボードですよね。そう、道具とか新技術の方をピックアップしないでほしいです。難しい。電動マッサージ逆疑うですよね。そう、ドローンもそうなんですよね。そうそう、ドローン、そうだ、ドローンも 3D プリンターもそうだよな。そうそうそう、それそれ、技術が悪いんじゃないんだから取り上げ方おかしいだろう。まあ 3D プリンターも完全に個人のあれを、個人の犯人を出してたけど、でもドローンもそうか。それでもまあ世間の見る目があんなに変わってしまうからな。そう、規則、炎上文化とか、なんだろうな、クレーマー文化みたいな。タイに、そうなのか。ケーキ売っていいんだっけ。言われますね。よかドローン、あ、カレー屋さん、排除の、あ、折れなかった。ルールせせこま、中国利権、あ、その規制が緩んだっていう話がですかね。そっちの方の話よく知らないんだよな。活用はされてますけど、マスクを売る？あ、今どっかで道それたな。それてますね。あ、人太鼓、ゴミ箱、コンビニゴミ箱ってなんだっけ。キックボード、え、サービスって何ですかね。キックボードを使ったメッセンジャー的なやつですかね。その辺から右に曲がってリカバリしないと。右に曲がり損ねた。ちょっと神社のこれですよね。あ、借りるのか。
近いの、うん、日本人。ん？あ、これですよね。最近はなんかあのテレビのニュースでも中国でこんな事件があったっていうのをよく出してるんですけど、あれは不思議なんですよね。特になんか中国が多い気がする。アジア系のどこどこでなんかマンホールに女性が落ちてみんなが助けましたみたいな話を日本の国内のニュースでなんかいつもやってるようなのが不思議なんですよね。あれは、うん、あれはなんで流してるんですかね。うん、細道付きあたり、ああなるほど、これか、細道右に曲がればいいんですね。まあグローバルなこと一切 見ずに生きるっていうのもなんか不自然なのかもしれんけどな。それか、あと私が言ってるのは特定の番組のことだけなのかもしれん。いつもあの定食屋さんで同じチャンネル流してるから、それ固有の話なのかも。これか。そういう番組ですかね。曲がんなくても、でもこれ言ったら嫌ですね。テレビ、ああ。池上彰は本業何の人だっけな。池上彰は小説家？うん、カイドが。そういうコーナーもありますよね。メディアの傀儡、そうなの。あれ？熊川沿い一軒旅館。あれ？こっちか。裏側、あれ？こっちはまだ裏側っていうことか。あ、裏側っぽいな。一力って書いてあるけど。NHK、私は BS の払わされ続けてますよ。BS どころか NHK 見てないのに。あ、いや、大丈夫です。裏から、裏口がいきなり入って。裏筋に入って、回り込んで、これですね。これなんで反対側に書いてなかったのかな。到着。払わされてますよね。で、あの解約する手段がないみたいな情報ばかり出てくるんで、というのと、あとなんか アンチ NHK 活動をやってるような人とかのページばかり見つかるんで。お疲れ様です。じゃあこれで終了させて、なんて保存して、あれ、熊川温泉鶴の湯旅館保存する。おお、90キロ近く走ってる。やるなあ。じゃあありがとうございました。ちょっとすみません、配信終了させる操作はまだ全然やってませんでした。走ったな。でも尻がちょっと痛くなってきた。よくこれバッテリー持ったな。じゃあお疲れ様でした。また夜に。お疲れ様でした。また来年。お疲れ様です。また来年かよ。早いな。